All night, all night, all night. Kiss my foot, Nippon, Nippon. Kiss my foot, all night, Nippon, Premium, Premium. All night, Nippon, Premium. こんばんは、キスマイフット2の千賀健人です。3月までの期間限定でお送りするキスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。本日の MC は千賀健人です。よろしくお願いします。いやね、今日はハロウィン当日ですね。まあまあコロナとかもいろいろあってね、あんまり外でね、なんかこう、ハロウィンの仮装してとかそういう状況ではないかもしれませんけども、まあお家とかでね、今 SNS とかでいろんな人に見ていただけるということなのでね、皆さん知ってるんでしょうかね。だから今年だと、あれですか？あの、鬼滅の刃。鬼滅の刃だと、女性だったら、禰豆子とかで、男性だったら、炭治郎とかなのかな。個人的にはね、僕あれが好きです。善逸。僕も見てるんですけども。僕はね、善逸が好きですね。なんかね、善逸の頼りないんだけど、この一個のことを極めているっていうところが、すごく好きですね。で、善逸は聴力がね、すごくすごいので、まあ、ラジオでもね、いろんな人のお話をたくさん聞いて、そして楽しくラジオができたらいいなと思います。そして、今日一緒にお送りするメンバーはこちら！キスマイフット2の藤ヶ谷太輔です。横尾渡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、長々とハロウィンの話を。いやいや、ハロウィン、今日当日ですもんね。そうなんですよ。たまたまね、当日なんですけど。なんか子供たちが禰豆子の格好してるのを、今日こっち来るとき見ました。あ、本当ですか？あ、かわいい、絶対かわいい。ねえ、なんか、ハロウィンとか、ワッターとかは、全然、なんか興味があったりとかない？正直ごめんなさい、あんま興味ありません。あ、そうですか。はい。言うよね、多分キャラクター的にはね。キャラクター的にはね。実は家とかでやってる。多分今日やるんでしょうね。帰ったら。やるなら何？やるなら。やるならね。明日か。明日か。ああ、ジブリ好きですね。もののけ姫の明日か。その写真ぜひ送っていただきたいんですけど。一週間だけ待ち受け画面にさせてもらってもいいですか？いや、絶対面白いじゃないですか。わたたか。わたたか。わたたか。ありがとうございます。ということでね、本日もよろしくお願いします。お願いします。この番組は、東京有楽町の日本放送のスタジオから。山形放送、山陰放送、山口放送、四国放送を結んで生放送でお送りしています。今夜も元気に行きましょう。せーの、キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。改めましてこんばんは、キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、サードシーズンの5回目はこの3人でお送りします。千賀健人と藤ヶ谷太輔と横尾渡です。よろしくお願いします。お願いします。10月と11月はプロ野球中継のため日本放送でのオンエアはないのですが、その期間だけ動画配信アプリショールームでの音声配信をさせていただきます。ということで、たくさんコメントも来てますね。ね、はい、初めて見ましたけど面白いですね。ね、こういう風になってるんだって。これコネクションって書いてある。この3人はコネクションですね。歌ユニット曲でコネクションという曲をやらせてもらってる3人なんですけど、ね、でもさ、始まる前から結構コメント、うん、くださってるじゃないですか、うんうん、今日誰出るのかな、はいはいはい、なんかすごい申し訳なくないですか、なんか北山さんとか辰森さん二階堂さん宮田さんって出ると早めになんか言ってあげたいなと。申し訳ない。まあまあ確かにね、最初ごめんなさい今日俺です。いやいや、そんなことないです。だからちょっと思うのが、一、ね、人でもいいから、うん、横を出てくれって書いてくれると嬉しい。いやいや、はい、いっぱい書いて、ほら、横尾さん待ってたよっていうのも来てるし。ちょっとこの時不安なんです。始まる前に。不安なんです。不安なんです。確かにね、その気持ちはわかりますけど、ね。いや、確かに、はい、ありますよ。いっぱいじゃないですけど、ありますよ。いっぱいじゃない。言わなくて、いっぱいじゃないけども、言わなくてもいい。オレンジ頑張れ、オレンジ。オレンジ。それでちょっと美味しい顔しないでください、横尾さん。もう。大好き。ありがとうございます。よく言ってくれたりとか。いや、前回あれなんですよ。自分のファンの人の呼び方をみたいなので、うん、僕がオレンジって決まって言ってるよね。千賀さんが、はいはい、僕ビューティーちゃんですね。で決まったんですよ、うん、で藤ヶ谷さんなんかあるんですか？ああ、確かに、ね、呼び方、自分のファンの
俺の女おわこそんなことあるそんな強気なタイプでもないじゃないですか。どういう感じがいいの。いや俺はメンバーカラーのオレンジ、うん、俺は前回あの、うん、うちの母親がマリコさんがあの生ごめんなさい、これあの生放送なんですよ。いやこの間自分で言ってたの。全然言ってんの。名前言ってたよね。そうそう、なん急に LINE 来て OK なの。もう言っちゃいましたね。分かんない、俺なんかキスマイの何が OK だか分かんない。もう俺も分かんない。だから後で怒られようと思って、ね、そうそう、後でまあいいかなと思ってあのうちの母親にも了承を得てごめんなさいお名前使わせていただきますって話をさせていただきましたけども。そう、うん、まあ、後ほどのガヤさんのね今日ねちょっと、ね、何したらいいな、まあまあなんか思いついたら、ね、うん、言いますでしょ。ちょっとね今夜ね大事なお知らせとかもあるのでね、うん、この後の日本放送の中継を結べさせていただきます。そしてあの日本放送でも僕らの声が聞くことができるので説明しているとややこしくなるのでとにかくねちゃんと聞いていただけたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします、はい、ということでね今日僕たちもね仮装させていただいてるじゃないですかね。今日ねと言いますと言いますと、ねまあ、皆さんねあの声だけなのでちょっと説明をお願いします、うん、誰が何を着てるのかじゃあ説明ね、やらせていただきますとねほらだってワッターはさ、うん、ほらなんかあのサバ缶のなんかあの仮装してるわけじゃないですかサバ缶の缶のやつをあと頭にかぶっての仮装してるわけじゃないですかね。うん、藤ヶ谷さんは俺は何ですか。藤ヶ谷さんは、うん、あのあれじゃないですか、うん、あのタランチュラのあのやってるじゃないですか今手がなんか何本もあってタランチュラのコスプレさせていただいてるじゃないですか。たかしはねあれですね。たかしはね意外となんかあの女装とか好きそうだから女装してるんじゃないですか。たかしここにいないじゃない。だからもし、うん、かあ仮装してんだったらもうマジもんよ俺の予想ねたかしねあの炭治郎だと確かに好きだからね。センちゃんは何なんですか。じゃあご自分で言うと僕はもうあれですよ。もう僕はなんだろうねちょっと僕言ったんだけど怖いわ。そのあのノープランの走り出し怖いわサバ缶タランチュラと来てサバ缶タランチュラと来てもあれですよ。あの洗顔です最低ちょっと、まあまあ、この申し訳ないなんかなーなーな感じでだけどねあのね台本に書いてるのそのまま言ったらねちょっと難しい感じになっちゃった台本って言わなくていいんですすいませんね今日も楽しんでいきましょうね、はい、うん、うん、そして生放送なんですけれどもあのメールで あの番組にあの参加していただけたら嬉しいなと思います。で今日いろいろやることが多いんですけれどもまずはこちら普通おたはい先週と同じなんですけれども普通のお便りを、募集していきたいと思います。今日〇〇をした最近こんなことを思っているこんな発見をした僕らにおすすめしたいものなどなど、自由に書いていただけたら嬉しいと思います。そしてあの番組を聞きながらの感想もお待ちしております。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.comテーマのほか感想のメールもお待ちしております。はい、ツイッターでも情報を拡散してください。つぶやくときはハッシュタグキスマイ ANNP でお願いします。本日の1曲目です。2年前に日本放送で初めてラジオチャリティミュージックソンを担当した時のテーマ曲でした。キスマイフット2で君僕。千賀健人でお送りしています。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム今夜は千賀藤ヶ谷横尾の3人でお送りしています。もちろんたかしはいません
ということでですね、さあ今日は日本放送と僕らキスマイフット2から大事なお知らせがあるということなので、この時間は日本放送と中継をつないでお送りします。そろそろケムケムから呼びかけがあると思うので待ちましょう。まあ、ケムケムはねキスマイ大好きおじさんだからね。ね、うん、本当お世話になってますし、歌もよく歌ってくれてるし、ね、歌いながら登場してくれたら嬉しいですよね。歌いながら登場ね、はい、何の曲だろうね、歌いながら登場してくれるんだったら。今好きな曲、今好きな曲気になるね。じゃない、やっぱ香水じゃない。ケムケム今これ求めてないけど、キスマイの、キスマイ何の曲だろうなと思ったけど、多分香水じゃない。香水。今香水じゃない。慌てて聞いてると、あと10秒ぐらい来るからね。どうなんだよね。今慌てて多分聞いてるよ。やっぱり。あえての香水じゃないですか。僕らもやらせてもらいましたね。あ、そうだね。番宣で。番宣の方でやらせてもらって。テレビ朝日さんの特番の時にやらせていただいて。いや聞きたいわ。ねえ、もうAメロから来るのかな、もうサビからなのかな。まあでも今やっぱ最初から調べてるかもね、香水。歌詞をね、歌詞を調べてね。こうキスマイキャナー、どうだろう。どうなんだろうね。めっちゃ香水だな。まあキスマイの曲で来てほしいっていう気持ちはあるけどね、やっぱり。香水だろ。香水でしょ。あ、なんか音が鳴りましたよ。コネクション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 開けてみたくない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 せんちゃんがいちゃんよこよこどうもケムケム元気だ今日も。I can't take me touch me だったんだね。そうなんですよ。俺開けてみたくないって言ってんだと思ってた。このコネクションの曲は、うん、僕が詞を書いて、はい、藤ヶ谷詞を書いて、センちゃんが振り付けをして、横がファルセットで歌うと。役割をね、ライブで、非常に担当があります。ありがとうございます。ありがたいですね。こんばんは、日本放送アナウンサーの煙山光則です。今、オールナイト日本プレミアムに私が、乱入をいたしまして、はい、で、キスマイのみんなが、こちらのサウンドコレクションに、参加してくださったと。参加してみてください。ありがとうございます。相互乗り入れみたいな感じで。そうなんですね。サウンドコレクション、じゃあコネクション歌っていただいたということで。そうです。ありがとうございます。サウンドコネクションかけてみました。うわぁ。ありがとうございます。今日は、キスマイフト2の皆さんから大事なお知らせがあるということで、はい、繋いでお送りしておりまして。はい、では、本日 MC のセンちゃん、センガ君ですね。はい、よろしくお願いいたします。はい。ではでは、ケムケムと一緒に。日本放送。どうしました？どこからか。ではって言おうとしたら、ケムケムのテンションでではでは。ではでは。わかりました。わかる。次のケムケムに引っ張られてではではって言ったんだろうな。めっちゃ面白い。まあ明るく行きましょう。そうですね。明るく行きましょう。ではケムケムと一緒に日本放送と僕らキスマイフット2からのお知らせです。今朝のスポーツ紙やウェブニュースにも大きく取り上げていただきましたが、僕らキスマイフット2は日本放送が毎年行っている大きなキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソンに今年も参加し、一昨年去年に続き24時間のスペシャルな生放送を担当させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。光栄でございますね。本当に、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。で、3年連続というのはこれすごい偉大なことでありまして、はい、初代パーソナリティの金ちゃん萩本欽一さん以来、うん、実に35年ぶり。ありがとうございます。ちなみに金ちゃんは11年連続、通算では12回メインパーソナリティを担当しました。金ちゃんとみんなが会った時にミュージックソンで、はい、センちゃんは、金ちゃんからお前言うほど若くねえなーって言われてました。ありがとうございます。若くねえなーって言われてましたね。いや、まあ、ありがたい一言でした。もうなんか一人一人の人物表が面白かったですね。そうですよね。うん、懐かしいね。ね、はい、また今年も頑張っていただきたいと思いますが、では、ラジオチャリティミュージックソンがどういうものなのか初めて耳にするという方も多いと思います。3人から説明をお願いいたします。ケムケムオッケーオーライオーケー。ケムケムも一緒にケムケムコーコー。ソロテンポで丁寧に頼むぜ。オッケーというテンションではねできませんので、ゆっくり説明していきたいと思います。ゆっくりね、はい、ね、ここは大事なので最初だから、はい、大事なので、ね、はい、千賀さんお願いします。はい、ということでミュージックソンについて僕らの口からちゃんと説明させていただきます。はい、ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための基金を募るチャリティキャンペーンです。
募金は11月1日から翌年の1月31日まで3ヶ月にわたって受け付けます。皆さんの募金をもとにこれまでに3245機の音の出る信号機を設置しました。しかし音の出る信号機の老朽化とそれに伴う新たな信号機器の設置のため設置箇所がなかなか増えてないのが現状です。また声の図書、立体コピー機など視覚障害者用の教育機器も送ってきましたが、近年は機器のデジタル化に伴い新しい機材も必要となっています。まだまだ皆さんからの温かい気持ち、募金が必要ということで、僕らもそのお手伝いが少しでもできればと思います。キスマイフット2が関わるようになってからは3年ですが、本当に社会的に意義のある取り組みだと感じています。僕らのキャラクターを生かして明るく楽しく盛り上げていければいいなと思っております。さあ、センちゃん、ガイちゃん、ヨコヨコ3年目になりますけど、はい、意気込みを改めて聞かせてください。まあ、やっぱりね、24時間ってなるとかなりね、長い時間なのでね、しかも今年はね、あのストーンズはい、とも一緒にやらせていただく、13人ですか。そうなんですよ、はい、13人でやらせていただくということなのでね、もう盛り上がっていけたらいいなっていう気持ちもありますし ね、うん、やっぱ意外とあのずっと靴を履いてるっていうのがね、ほうほうほう、あの前回サンダル買ってきてもらったじゃないですか。あれ結構助かりましたよね。俺も家からもうスウェットとサンダルと、うん、ね、持ってきましたね。うん、おっと、僕ずっとスニーカー。あ、ずっとスニーカー。あの靴が大好きなんで。あ、靴が大好きなタイプなんだ。はい、裸足がちょっと苦手なもんで。ごめんなさい。セット履く人もいましたっけ。タカシです。世界のタカシ。そう、だからセットからサンダル履き返したね。そうそうね。玉森さんだと多分今年ケーキとか用意するんじゃないの。ケーキ最近好きだからね。あ、そうなんだ。うん。ケーキとか食べながら。うん。あと札幌一番味噌ラーメンとか塩ラーメンとかね。もちろん用意させていただきます。これね、夜のね。夜食の、そうなんだ、このタイミングとね。最高だよね。お願いしますね。いよいよ。あ、日本放送の推移を期して。うん、あ、藤ヶ谷さんと玉森さんに言えば、用意してくれるんで、札幌一番は。あ、そっちの方ね。もちろんです。はいはいはい、差し入れをしていただけると。ありがとうございます。楽しみにしてみましょう。さあ、あの、24時間放送ですからね。うん、今年も12月24日木曜日の正午から、翌日25日金曜日の正午まで、うん、ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りいたします。はい、そして今ご紹介いただきましたが、今年はキスマイフット2ともう一組、ジャニーズから今年 CD デビューしたばかりのストーンズの、メンバーもメインパーソナリティに加わりますので、キスマイフット2は7人、うん、ストーンズが6人、うん、合わせて13人、後輩ということになりますが、どうなんですか、結構交流とかもあるんですか。ケムケム多分ね、ストーンズって言い慣れてないね。最初、はい、シックスって言いそうなやつ、ね。よくわかりましたね。確かにこう書いてますよね。シックストーン、これでストーンズですね。さすがよく気づきました、ね。合計13人、男13人ということで。うん、ねえ。え、氷ある？状態ですよ。氷ある？あ、僕戦側はジェシーとか、うん、とはプライベートであったりとか、あと、ジュリーとか。あ、田中じ。センちゃん結構交流多いイメージあるね。うん、そうそう。ストーンズの子たちとも仲良くさせてもらってるかな。うん。タイちゃん、京本大我くん？タイガーとはなんか、うん、ご飯食べたりしましたけど。お父さんと仲いいんだもんね。あ、そうですね。京本正樹さんにもすごく、もうデビュー前から。ドラマからが共演。はいはい。19の時ぐらいからですかね、お世話になってますけども、なんかがっつりっていうのは僕はそんなにないので、だから今回これを機に何かこう新しい発見とか、はいはいね、まあ、それぞれなんか、うん、まあ、僕らもそうですけど、なんだろう、変にこう遠慮せずビビらずさ、やっぱり6人は6人のカラーとかさ、うん、なんかリズムで臨んでもらえたらなっていうのと、やっぱり力を合わせるところは13人で、そうだね、そしてスタッフさん入れたこのチームとしてなんか、うん、なれればなっていうのと、ワタはどうなの？僕はですね、うん、コーチくんですね。あ、コーチくん。そう。ユーゴくん。地元が近いっていうのもありますし、なんか、似てるとかたまに言われるんですよ。似てる？ああ。なんか、あ、顔が？顔が？言われたことがあって。うん。それがきっかけで仲良く。あ、で、なんか、コーチくんが、ご飯行きませんかって言ってくれて。今ほら、この部屋にポスターあるじゃない。はい。ね、だから、まあ、似てるっちゃ似てるけど、似てないっちゃ似てない。似てない。全然向こうの方がイケメンだからね。うん、そういうのもあんだね。でも、慎太郎はあれだもんね。慎太郎くんはずっとジュニアで、ね。そうだよね。
あるし、北斗くんドラマすごい出てるしね。それぞれなんかありそうだね、他のメンバー、うん、あれメンバーカラーなのかな。あ、そうなんだ。俺たちもメンバーカラーだよね。じゃあタイガーと一緒、ピンク、ピンク同士、黒がいる、黒がいるね。へー、あ、ジュリーは濃い青なんだね。うちには濃い青いませんもんね、うん、薄い青薄い青の方が珍しい気がするんだけど。確かに。あ、あれ何、水色じゃなくて薄い青っていうの。俺はね、あの、薄い青も水色もちょっと恥ずかしいから、スカイブルーって呼んでる。スカイ、出せ急に出せ急に出せは。俺はスカイブルーって呼んでる。いや、ほんと、じゃあ俺もこれからショッキングピンクって。いや、でも楽しくなりそうですね。はい、そうだね、なんか、うん、なんか男たちのノリとさ、多分、うん、そういうのでスタートするけど、僕らもね、うん、あの、初めての時もそうでしたけど、うん、なんかこう、心に来るものがさ、それぞれのタイミングであったりとかさ、うん、 ね、 ね、それがこう、言葉になったりとかもするから、なんかそういう、うん、計算できないもの。涙してほしいね。ね、なんか僕らもやっぱり感じたものを、確かに、ね、伝えていかなきゃいけない立場でもあるし、うん、こう社会的に意義のあることだからね。そうだね。募金をしてもらうってことですから、言葉を一個一個大事にして伝えていきたいですね、うんうん、後輩たちから教わることもたくさんあるだろうし、はい、楽しみですね、とにかく、うん、はい、楽しみましょう、うん、そしてケムケムとはもうしばらく一緒にお送りしますが、はい、ここで一曲、ストーンズの曲をお送りしましょう。11月11日の発売のニューシングルです。ストーンズでニューエラー。お送りしたのはラジオチャリティミュージックソンを一緒にお送りするストーンズの新曲ニューエラでした。ケムケムどうでしたか。ロックだね。ロックですか。かっこいいですね。ロックだね。キスマイで言うとグラビティとかフリーズとか、うん、あれじゃない、ニューエラやってもらってグラビティやってフリーズやってみんなで盛り上がるとそれでメドレーをね、ね、メドレーで DJ 横横で、ケムケムが考える瀬取りでライブだから面白いね、盛り上がるんじゃない。いや、ちょっと楽しみにしてますね、うん、ありがとうございます、はい、最高、ありがとうございます、うん、キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、この時間は日本放送と中継を結んでキスマイフット2とストーンズが担当するラジオチャリティミュージックソンについてお送りしています。キスマイフット2とストーンズの皆さんが担当するラジオチャリティミュージックソンですが、今年はコロナウイルスの影響があり、視覚障害者の皆さんにとっても環境が大きく変わっています。例えばソーシャルディスタンスという取り組みによって声掛けが減り、駅でのホーム転落増加につながっていたり、マスク着用という行為が盲導犬との意思疎通を難しくしていたりします。まあ、いろんなことがあるんですよね。そうですね、だから本当に僕らが、ね、こう想像できないような、うんうん、あとあれですね、今まであったルールがまた変わって一転するってことで、そうだよね、うん、なんか近づいて声をかけるとかさ、うん、そういうのがもうやっぱりソーシャルディスタンスによって、うん、また新しいルールをね、みんなが覚えてくれたら嬉しいですね。そうだね、僕らも含めてね、うん、その新しくいろいろ変わったことなんかも、うん、キスマイのみんなとストーンズのみんなと勉強して、うん、リスナーの方に届けて、うん、で僕たちがどういうふうに接していけばいいかっていうことをやっていきたいというふうにも思いますね、うん、はい、はい、そうですね、こういった社会状況の変化もあり、今回のラジオチャリティミュージックソンは例年とは違う形で行われることになりました。まずですね、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、期間中日本放送1階の玄関には愛の泉や募金箱を設置せず、日本放送の社屋での募金の受付は実施いたしません。さらにコロナの感染拡大を避けるため、今年度の生放送は完全非公開での実施とさせていただきます。ですので放送当日含め、リスナーの皆様の日本放送及び社屋周辺へのご来訪は恐れ入りますがお控えください。また今年度は募金をいただいた方にお渡ししておりましたありがとうステッカーも配布いたしませんので、こちらもご了承ください。いろんなことがあるんですけれど、まあ逆により強くね、あのラジオ音で皆さんとつながっていきたいというふうに思いますよね。そうですね、新しい形がまた生まれるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。日本放送の社屋以外ではいつも通り募金をお願いしています。受付は11月1日、今日の深夜0時から始まります。募金の方法はいくつかあります。まずは銀行振込です。三井住友銀行の口座をお持ちの方は窓口で専用の振込用紙をご利用いただくと手数料無料で振込いただけます。また
三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の口座をお持ちの方は、平日日中の受付時間内であれば本店支店の ATM にて手数料無料で振り込みが可能です。どちらの場合もお持ちの口座と同じ銀行を振り込み先にご利用ください。現金書き留めの場合は日本放送までお送りください。宛先は郵便番号 100-8439 日本放送ミュージックソン係です。また JCB カードで募金ができます。ラジオチャリティミュージックソンのホームページから受け付けています。そしてお手元のスマートフォンからも募金ができます。 J コインペイ、ポチッと募金、つながる募金をご利用ください。ミュージックソンのホームページから募金専用サイトにアクセスすることができます。募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください。まずはラジオチャリティミュージックソンについて言葉で説明をしてきたんですけれども、24時間の生放送がどんな感じだったのか、その雰囲気をちょっとお送りしましょう。半面は夜更けすぎにあなたでじゃあそれでよしよしでね、松本さん、この先も長いけど頑張りマシュマロ、バクバクバク、俺の拳はエアズロック。あ、まずだ。雨をちょっと歌っていいでしょうか。隣にないスマイル。ありましたね。できることならもう本当に、もう金ちゃんを超えるぐらい続けたいなみたいな。で、子供たちがラジオ聞いてるよって、嬉しいですね、聞いてるよって、あっちの番組も聞いてるよって、あれ聞いてるのって、みんなエッチだなっていうことをね。それでは聞いてください。じゃ急に深夜慌てんぼうのゾーンぶち込まないでしょ。ごめんね、みんな立ってもらっていい。立ってもらう。慌てんぼうの千賀だね。千ちゃんが慌てんぼう、千賀だね。千ちゃんが、それでは聞いてください。千賀さんが弾いてるね、バンサン。一番いい声で出てすっごい上手くて、で僕もねちょっと緊張してたんですけど、みんなの歌に助けられて最後まで引き終えられたっていう気持ちですね。だから本当にみんなに感謝です。いやー、いろいろありました ね、 ね、24時間ですから、はい、ね、というかちょっと個人的なのまずいいですかね。はい、いいですよ。なんかこの名シーンのダイジェストみたいないい感じのところにさ、深夜の時の俺のやつ入れない。なんかあれいじってきましたね。ただ頭悪いやつ。ちょっとこっちもポカーンって、なんでってめっちゃドキッてしたもん。なんかね、その前の下りとかもなんもない。深夜のああいうのあるんですよ、24時間ですから。これ誰が悪いですか。誰が悪いですか。田口だろう。田口さんね、ディレクターさんね。まあ、でも今回からご一緒してる田口さんという方がいらっしゃるんですけど、でも本当にやっぱり子供たちの歌声もそうですけど、やっぱ24時間の間に何度もこう心動くよね、なんか。そうそう、しかもたくさんのゲストの方も来ていただいたっていうのもありますしね、うん、助けられましたね。助けられた、ね、筑波盲学校の子供たち、またまあどういう形か分かんないけどね、今年もなんか会いたいなっていうなんか気持ちが、ね、歌声聞きたいですね、うん、やっぱり不安に思うこともたくさんあっただろうし、うん、なんかやっぱり本番前までみんな元気なんだね、子供たちね、うん、そうそうそう、なんかこう楽器流したりとかさ、おしゃべりしたり して、うん、全然大丈夫余裕とかって言って、うん、でも伴奏始まるとみんなビシッて緊張して、そうそうそう、なんかそういうのも、うん、なんか結構心に来たのは思い出しました今ので。この歌い終えた後のこのやりきった子供たちの表情とかも、うんうん、本当にこう心に来るものがあるんだよね。一生懸命ね、いや本当にね、またねぜひやれたら嬉しいなと思いますけれどもね、うん、そうだね、この後8時台でもラジオチャリティミュージックソンの雰囲気を知ってもらうために、去年と一昨年のダイジェストをお送りします。ケムケムとも中継をつなぎます。ケムケム、8時台もよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、僕らキスマイフット2から大切なお知らせでした。さあ、この後ですね。さあ、この後は皆さんからのメールを紹介していきます。8時台の最初はいつものあのコーナーもやりますよ。お楽しみに。
スト2のオールナイトニッポンプレミアム。感想メールが来てるので、あの、いつ読んでもいいですか。はい。静岡県のチーママさんからいただきました。ミュージックソンパーソナリティ3年連続おめでとうございます。ありがとうございます。今年は募金に直接行けないけれど応援しています。去年は娘も一緒に聞いて、娘が白杖や音の出る信号機について調べて学校で発表しました。嬉しい。とても勉強になるし、今年も美翼ながら力になりたいです。楽しみにしています。いや嬉しいですね。いやありがたいですね、本当にね。それで広まってくれたら本当に嬉しいですね。そうだね、我々も本当にね、あの、言葉を借りるとやっぱ微力ながらね、はい、我々もやらせていただいてますんで、うんうん、はい、じゃあ普通歌のメール、はい、紹介していきますか。秋田県春さん。焼肉屋でバイトをしています。たまに来るお客様の話なんですが、その方はお一人様で来て、ハラミ10人前、カルビ5人前などとかなり大量に注文します。はじめは大丈夫ですか、食べれますかと聞いたんですが、今は慣れました。皆さんは今までに焼肉を一人で何人前食べた記憶がありますか。はあ、いや一人で焼肉ってそもそもする。いや昔行ったことある。あ、行ったことある。体がある。うん、どれくらい食べたその時。いやもうハラミ1人前とか、うん、牛タン1人前とか、そんなもんだよ多分ね、うん、そうなんだ。でもご飯をいっぱい食べるタイプだよね、ワッターは。そう、ライス好き、うん、白米が大好きだから、ね、うん、ってあるかな。しんちゃんは。俺一人焼き肉行ったけど、俺も結構頼んだかも。俺好きななんか部位があって、うん、唐辛子っていう赤身が好きなんだけど、あ、そのお肉だけを4人前とか頼んで食べてたかも。せんちゃんがすごい食べるイメージないけど、焼肉はけんだ、唐辛子は。うん、それすごい好きなの。焼肉だったらうちでは北山宮田のイメージだよね。確かにね、すごい食べるイメージ。うん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 、うん、いや、じゃあ私いきますね。愛知県のピポさん。ハロウィンの季節になるといつも思い出すことがあります。大学生の頃サークル内でハロウィンパーティーをしようということになりました。当時付き合っていた同じサークルの彼氏にどんなコスプレがいいと聞くと、スクール水着と斜め上すぎる回答が返ってきました。大好きな彼でしたが、さすがにドン引き、彼の案は却下しました。言う勇気すごいわね。それがボケなのかさ、本気なのかみたいなところもあるんじゃない。まあね、これどうなんだよね。言い方もあるしさ。でもこれは多分俺結構、うん、あのガチだと思うのよ。ガチで言って、だから、うん、え、何それってなっても、いやいや、さすがにそれはギャグでしょこれはみたいなので、うんうんうん、あの避けれるし、はい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 、じゃあ挑戦するって言われたら了解とか言いながら内心よっしゃっていう。絶対あるよね。見えないしねっていう。いや、なんかあります、女性にしてほしい。女性にしてほしい。ああ、どうだろうな。なんだろう。なんかまあ、普通に、最初にも言ったけど、俺、結構その、鬼滅の刃のとかのキャラクターとか、うん、見たい。普通に。あの、ねずこってやつ。ねずこじゃなくてもいいんだけど、なんか俺、和服好きね。そう。アニメにハマったことがあんま、ないのよ。漫画好きなんだけど、うんうんうん、初めてぐらいかな、こんなに大人になってアニメにハマったの。ああ、でもそれはあるかもね。そう、だからキャラクターを好きになったのが初めてなんだよね。ああ、そう。だからちょっとやってもらいたいっていうか、見たいっていうのある。ねずこ、まあねずこ、結構やってる人多そうだけどね。多そう。いや、今年多いと思うよ絶対、うん。宮田に聞きたいね、これは。確かに。宮田めっちゃ出てくるんじゃない？うん。わたは、うん、こういう時わた隠れて言わない。大体終わらせようとするもん。大体目でせんちゃんとか言って、うん、俺に目で合図して、大輔最後なんかちょっとエロいので落とせよみたいな感じの空気出して笑ってるけど、こういうこと言わないの。言わないね。言わないね、うん、あの本当のやつ欲しい。いや本当っていうか、いいなと思うのはあの鎧甲冑とか。嘘つけよ。かっこよくさ、かっこよく女性に、女性かっこよくね。甲冑、甲冑、女性がじゃお待たせってガシャンガシャンガシャン。本当にそれ見ないじゃん。まあでも確かに面白いだろうね。面白くない。あ、お笑いの方。そうそう、違うでしょ。その甲冑外してきたいタイプでしょ、ゆっくりなんか。だったらさ、なんか十二一人とかそれでもいい。そういうマジのやつでしょ。面白いな、当たる。いや意外にほら、だから持ってんのに言わないのよね。
考えたんだろうね。俺めっちゃ考えた。なんかバンバン言ってなんかこうバカみたいに言ってるけど、実はあんじゃ甲冑がお好きなんですね。じゃあ藤ヶ谷さん、エロいのください。いや、あの今深夜とかじゃないんで、そういうの全然深夜だったらね、また違うけど、そういうのはちゃんとあの時間帯でちゃんとやってるんで、確かにな、なんだろうな、もうし、いや、もう全然いいよ、次行っちゃうよ、次行っちゃうって、行っちゃいますか。もう一枚ありますんで、熊本県のママさんからいただきました。息子は来年成人式を迎える20歳の社会人です。先日両手いっぱいにドラゴンボールのフィギュアを抱えて帰ってきました。聞くとコンビニの一番くじを3万円分買ったそうです。呆れてしまいました。20歳にも過ぎてもう少しお金の使い方を知ってほしいです。男はいつまで経っても子供と言いますが、ちょっとびっくりしました。皆さんはこんな息子の気持ち分かりますか？わかるよね。まあなんか、まあ、すごくねドラゴンボールのフィギュアが好き、なんかやっぱりその当時買えなかったものを、ってやっぱり男って残るらしいね。あ、そうなる。そうそう、学生時代の時俺は持ってないけどあの友達持ってたとかさ、はい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 、っていうのでやっぱり男はすごい残るってなんかね本に書いてあって、あ、わかるわと思った。でも確かになんか子供の時に欲しかったなんかカードみたいなのがあるんだけど、大人になったらもういらないって思うのかなと思ったら、大人になってもなんかそのカードとかをこうチラッと見た時になんか、あの時にめっちゃ欲しかったカードが残ってるね。ちょっと欲しくなるもんね。それこそ私一緒にミニ四駆やったじゃん。あったあった。あの時もほら学生の時の多分俺らだから第三次ブームじゃない、ミニ四駆の30代超えてから、やっぱりあの学生の頃はさ、パーツを何個買おうってお小遣い貯めてね、お小遣いの中でってあるけど、俺ら大人になってからミニ四駆やりに行ったんだけどさ、もうバンバン買っちゃうのよ。そう、買えちゃうから。確かに結構集めたもんね。自分のお金だからさ、自分で働いたお金だから、その日だけでもう完成しちゃったんだよね。そう、はい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 、満足しちゃうの。そう、めちゃめちゃ早いんだけどなんかあんま面白くなかったね。そうやっぱり次あのパーツ買おうとか、成長を見たいんだよね。そうそう、めちゃめちゃ早かったよね。あれはね、やっぱ集める大事、やっぱコレクションとかしていくのもやっぱ大人ならではなのかなと思うけど、コレクションって、やっぱ自分で働いたお金で買うっていうのも一個大事な、コレクションありますな、コレクションしてるの。まあ、でもジブリグッズかな僕は。で、たしけさんは本でしょ、小説。俺カウズのフィギュアが好きで、あ、カウズのフィギュア集めてんのよ、カウズっていうアーティストの方がいるんだけども、その方のフィギュアとか、なんかやっぱ子供の時、子供で学生の頃か、大学生、高校生ぐらいの時かな、欲しかったのが。でもなんかね、インテリアにもなるしね。そうそうそう、おしゃれで可愛いよね。せんちゃんなんか こだわりありそうだね、そういう。いやいや、俺全然ないけど、なんか、家に揃えてるものとかはないけど、なんか、絵とかを始めたから、自分が描いたものを、ね、そもそもこう、飾ったりもするし、で、自分の好きな画家とか、そういう人の、なんかこう、写真とかをネットでなんか見て、それをなんかこう画像保存してなんか携帯に入れてる。おー、なんか絵とかだね、勉強のためにって。勉強も好きなんだろうね多分、アーティスト気質だね、その発想はないの。ないな、俺も生まれてから一回もないわ、自分の絵飾ろうみたいな。いや、そう、確かに自分の絵飾るなんか、ね、まあ、置いてるって感じかな。いいよね、なんかこだわりがあるのっていいなと思う、って感じですね。はい、もう一枚いきますか。いきますか。千葉県、魚さん。最近、衝撃の事実を知りました。両親が結婚式を挙げる何日か前に、母が他に好きな人ができたから結婚できないと父に言ったそうです。父は、もう招待状も送ったし、式を挙げるしかないと言って、結局式を挙げたそうなんですが、好きではない人と結婚した母の気持ちを考えると複雑な気持ちになります。キスマイの皆さんは最近衝撃を受けた出来事はありますか？衝撃だな。いや、あの、見てたけど、最近の一番の衝撃は今の内容ですよね。普通オタではないよ、ね。普通、すごいですね。なんだろう、ドラマっていう、まあ、簡単に片付けちゃいけない、なかなかない状況だよね。すごい衝撃だな。衝撃を受けた出来事。出来事ありますか？ていうかさ、今の時代とかもさ、まあ、このコロナ禍は別としても、その結婚式とかでさ、よく昔あった、ちょっと待ったみたいな。ああ。あれってさ、本当にあんのかな？
でもなんか俺の友達は結婚式当日に辞めたっていう人いるよ。ちょっと待ったで行く人じゃなくて、そうちょっと待ったっていうシチュエーションまで行ってないけど、結婚式当日で、あ、やっぱこの人じゃないって思って行かなかった。ああ、でも本当にやっぱその時のそのなんだろう、脅威の感覚というかさ、うん、ね、やっぱりこれで、やっぱり紙に書いて出して、式をして、皆さんに見てもらってとかってなると、うん、あ、もう本当にって考えると、うん、止まったりとかきっとやっぱいろいろあるんだろうね。もしかしたらね。だからその結婚式挙げるための打ち合わせ段階でいろいろ揉めたりしてそこで変わってしまうとか、うん。その時からやっぱ小さな不安はあったけども、うん、でも私はこの人が好きなんだって自分に言い聞かせていろいろやるけど、うんね、当日になった時にやっぱり違うっていうのはやっぱ人間の気持ちってわからないね。わかんない。うん、準備してきたんだけど。ね。なるほど。ということでね、こんな感じで自由にメールを送っていただけたら嬉しいと思います。はい、受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com たくさんのメールをお待ちしております。2のオールナイトニッポンプレミアム、今日は横尾渉、藤ヶ谷太輔、千賀健人でお送りしています。さあ感想メールを、紹介していきたいと思います。兵庫県の綾野さんからいただきました。今日映画館に行ったら鬼滅のコスプレをした小さい子たちがいてとても可愛かったです。あ、いや見たいな。見たいんだよね。うん、ねえ、列車乗ってからでしょ。あ、この、そうそう、あのね、列車乗ってからな。あ、映画を見たいってこと？そうそう。あ、コスプレをしてる人が見たいと思った。あ、コスプレ、あ、そうそう。あ、今ごめん、コスプレを見たい話だった。うん。その子供のね、コスプレ、可愛かったなって話で、あ、子供のコスプレ見たいなっていう。え、鬼滅読んでんのか？あ、あの、見た。あの、アニメの。うん。映画みたいなけど、でも、あの、やっぱり子供、ね、今日、あの、最近冒頭にも言ったけど、その街で見たのよ。その、禰豆子の格好してるちっちゃい女の子。うん、すごい可愛かった。そうか、映画やってるからか。絶対そうそう。でも、ベムも見に行ってほしい。ベムね。ベムね。いいよ。待った、見たって言ったよね。いいよね、その、本当うまいパス出すよね。なんで横尾渉のこの、心底、実はそのメンバー愛強いっていう。強いよね。違う。うまいよね、本当に。違うよ。いやいや、本当に。なんか素敵だなと思う。いや素敵だよね。いやでもすごいよ。俺最初トシ君って分かんなかったの。あの役名聞いてたけど、うんうん、分かんなくて、うん、途中であの違うキャラクターが呼ぶのよ。バージェスって。うん、して、あ、確かバージェスだったな。トシ君だと思って。全然違うんだ。うん、はあ、めっちゃハマってた。他の声優もやってほしいと思いました。なんか違う声優とかもね、いろいろ挑戦してもらいたいよね。うん。見てもらいたいですね。もう一枚来てるんで感想メール読んでもいいですか。はい、京都府のアーヤンさんからいただきました。病院で働いています。今日子供の患者さんが鬼滅の善逸の服を着ていました。そういえば今日ハロウィンなんですね。うん。ああ、そうかそうか。善逸やっぱり鬼滅多いんだね。いやめっちゃ。いいのよ本当に。善逸っていうキャラすごい好きで、善逸はキャラクターね。うん、善逸っていうキャラ、金髪のなんかこうおかっぱみたいな髪型してるんだけど、あの寝ちゃう、あ、そう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 、霹靂一閃っていう技を使う、ね、雷の子、そうそう、雷の子超強いんだよね。そう、超強いの、寝たら。あの3人面白いわ。いや、この子もね、善逸の服を着てた。逆に今の、ね、うん、ハロ、今年のハロウィンで鬼滅以外着てるよっていう、どういうの着てんだろうね。それ知りたい、ね。たくさんあるだろうけども。それ知りたいわ。ね、やっぱりなんか鬼滅一色なイメージがあるけど、うんうん、何かあるのかね、他に。やっぱベムじゃない。ベム。今ちょっとあのうまいとこ入ろうとしてる感じが出ちゃった。ちょっと。あと、こっちからは、そうなんかなと思ったけど、あえて言うのやめてたのよ。そう、言うのかね。もう、欲が溜まってねえのしてたから。なんだろうね。そうそう。もう一枚、感想メール来てますね。はい、北海道のマキさんからいただきました。私の周りには結婚式の招待状を送ったけど、直前で結婚を辞めた人が二人います。意外といるものなんですね。っていうことですね。やっぱ直前でこう、
土壇場になった時にあもしかしたら違うかもみたいな気持ちになったりとか式をなんか日にちが違ってずらしたとかもあるんじゃないですか、いろいろな理由。なるほどね。なんかもうそのやっぱりある種、まあ、プレッシャーって言ったらさ違うかもしれないけど、お付き合いしましょうってそのお互いだけのことじゃないじゃない、結婚式となるとさそれを見てもらうお祝いしてもらうとかってなるとやっぱりいろいろ僕らには分からない、やっぱ脅威の覚悟が必要ですからね。準備とかもあるじゃん、こう2人で準備をしていく中で、なんかどういう気持ちで準備をしてたんだろうなと思うよね。いやその時からちょっと迷ってたのかなとか、だからその一個一個決めることに、うん、その奥さんになる人に全部任せてしまったらあんた何してんのよとかなるだろうし、難しいところですよね。いや本当に、ね、幸せになっていただきたいですけれどもね、うん、まあ、こういうこともあるものなんですね。ということで、メールをねどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com、kmf@allnightnippon.com、 たくさんのメールをお待ちしております。ここで一曲お送りしましょう。ラジオチャリティミュージックソンには何度も参加していただいております。そして去年一昨年もゲストに来てくれたこの二人の曲です。ゆずで歌える。お送りしたのは、ゆずさんで歌エールという曲だったんですけれども、今年のキャッチフレーズが届け日本エールということで、うん、ミュージックソンのね、はい、うん、ということなので今回この曲をかけさせていただきました。日本にねたくさんエールを送れるように、うん、僕たちも頑張っていきましょう。はい、お願いします。オールナイトニッポンプレミアム。All night Nippon Premium。時刻は夜8時になりました。たかしのいないキスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。今夜のメンバーは千賀健人と藤ヶ谷太輔と横尾渉です。よろしくお願いします。まあ、確かに、たかしはいないんですけれども。いや、宮田も玉森も、はい、北山もいませんと。はい。あのね、ショールームでも配信してますのでね、たくさんのこう、はい、コメントがね、来てますね。はい。うん。ね、そう、今こう見ながら。そうそうそう。我々もラジオやってます、ね。たかしって、たくさんの人がね、言ってくれてますね。うん、たかしのいない。いないんだったら言わなくていいじゃんっていうね。正解。わかる。正解。もう本当にごもっともなんですけれどもね。すいませんね。いないから言うんですけどね。いないから言うんですけどね、逆にね。いいですね。はい、そして、感想メールも来てます。東京都の、まみまるさんからいただきました。私には8年付き合っている彼がおり、最近結婚をほのめかされています。しかし、この人じゃないかなとなんとなく感じていました。けれど、さっきの結婚式当日に諦めた人もいると聞いて、別れることも検討したいと思いました。少し元気が出ました。ありがとうございました。どういう、いや、だからこうやって葛藤したりとか悩んでるのは自分だけじゃないっていうのをラジオを聞いて思って、ある種その元気が出ましたっていうことなのかな。まあでも、まみまるさんもなんとなくこの人じゃないのかもって思ってた中で、その、まあまあ結婚をしようとあっちから言われてるっていう状況だから、だからやっぱり彼氏彼女付き合うとは全然違うんだよね。そうだ。まあどんな形にせよ一歩進んでほしいですね。そうですね。なんかね。ね、うん、あ、いい、でも結婚評論家としてはでも今のこの、ね、どうですか、いかがですか、うん、今のこの横先生。いやもう話し合った方がいいよね。もうノーノーで。まあね、やっぱり我慢するとやっぱりいつか爆発する時が来ますからね。そうだって一生パートナーになりますから、うん、そこはね話し合ってもらって。で、が自分でしっかり考えて次の一歩進んでほしいですね。うん、ね、でも多分そういうのはもう言われなくても分かってんじゃないのきっと。そうだ ね、 ね。当事者になったらね。その中でこういう風な気持ちになったっていうことだから。人生も人の心も分からないね、やっぱりね。だから面白いんでしょうね。そうですね。だから面白い。まとめますね。昔の金曜ロードショーみたいにまとめます。そして、福岡県のトミさんから、感想メールですね。結婚式の話、父親の知り合いが結婚式当日にお嫁さんになる方が別の方と駆け落ちみたいに姿を消されたらしく、知り合いの方は当日の参列する方の
対応などいろいろ大変だったらしいです。もう10年以上前の話ですが、本当にドラマみたいなことあるんだなぁと子供ながらに思えています。やっぱりあるんだね。すごい駆け落ち、ね、しょうがないともいいと思うんだけど、うん、周りには迷惑かけちゃいけない。そうなんですよね、分かってるんですよ。そんなことは分かってるんですけど、やっぱ恋するとそれどころじゃないんです。それどころじゃない。愛してしまうとそれどころじゃないんです。なんかね、説得力ありそうで ないような普通の言葉を溜めて言うと重みが出るというですね。ラジオやってると覚えてくるんですね。覚えてくるね。ちょっと待ったわなんて、ね、まあいろいろありますね。ありますね。はい、じゃ続いていきますか。はい、続いてはこちら、玉切りグランプリ2020。セイヤさん、はい、説明お願いします。メンバーの玉森裕太だけがチャレンジしていた大喜利にメンバー全員参加でポイントを競い合っています。前回は前半が僕千賀、後半は藤ヶ谷さんが優勝。二人はあれ、あ、これ僕じゃないですね。そうだね。前回は宮田が優勝して、うん、後半は藤ヶ谷さんが優勝しました。二人は面白いメンバー、後の五人はクソつまんないメンバーということになりました。しかし、すべてリセット、仕切り直しです。ルールは一緒。ポイントを多く稼いだ人が勝ち。出演回数はスケジュールの都合もあるので、運です。審査員はディレクターの田口。ジャッジに癖があります。そして早押しですのでね、ラジオなのでハイの代わりに自分の名前を叫んでください。急に指名されることもあります。では行きましょうか。はい、何だったんですか最初。え、玉切りグランプリ2020、僕が言うはずだったんですけど、そう、それで綿が声張ろうと思って息吸った時に吸ったもんだからっていう、その吸った息をどうしようかふーってなってたってやつ。なるほどね。いや、なんで笑ってんだろうと思ったら俺がバッて言っちゃったから。そうそうそう、申し訳ないです。いや、しょうがないです。それは生ですから、ね、生ですから。ちょっとね、やる前に前回のおさらいしときます。はい、北山さんが6で、僕千賀が15で、横尾さんも15、うん、で藤ヶ谷さん5です。あ、横尾さんと俺が一番上で、藤ヶ谷さんが一番まだ取ってないという。まあね、これも本当だから、スケジュール関係ないとはいえやっぱ勝ちたいですよね。うん、ね、なんかせっかくだからね、クソつまんないって思われるの嫌じゃない？わかる。めちゃめちゃ面白いって思われなくてもいいから。うん、そうそう、ね。もう俺たち思われてるから、千賀さんと僕は。は、なんていうんですか？あ、クソつまんないメンバーって今思われてますから。まあ確かにね。現状挽回して。俺は一回だからそこはクリアしてるから続けたいなっていうのを、ね、うん。確かにね、僕たち挽回できるように頑張りましょう。はい。福岡県のももさんからいただきました。このエアコン、性別はオスだな。どうしてそう思った？エアコンがオスだな。線が、クーラーの、冷房のボタンを押したら、あ、俺の名前呼んだっていう。よし、待って。アグレッシブポイント。アグレッシブポイント。はい、藤ヶ谷。はい。除湿押すと、若干汗臭い。男だな、男だな。はい、藤ヶ谷。はい。はい、暖房の時、うん、女性の方しか温めない。勝手で今日は出てこい、ね、男性だから。なんだろう、どうだろう。はい、藤ヶ谷。はい、どうぞ。押してもないのに深夜帯になるともぞもぞする。強い。これ強いよ。俺クソつまんないと思われたくないもん。確かに。それだけは。ガヤさん面白いわ。全然出てこない。エアコンが男性。男性。エアコンが男性。あ、違うわ。違う。ちょっと焦り始めちゃってる。まずいまずいまずい。もう、次行こう。次行こう。これはちょっと難しい。はい。大阪府の萌えさんからいただきました。おじさんの間で絵本が大流行。その絵本のタイトルは？絵本。絵本。はい、横。はい。走れ、エロス。あ、ありそうだ、ね。ありそう。そっち系ね、オッケー。うん、そっち系って言ったらね、そっち系って言ったら、大丈夫、時間帯間違えた。本のタイトルね。
あ、藤ヶ谷。はい、どうぞ。きびだんごと株の動き。ちょっとなんかビジネス書みたいな絵本のビジネス書。どうだろうな。おじさんの犬の犬の流行。おじさんが読むのね。おじさんが読むの。あ、もう出てきたけど、これは深夜じゃないんだよ。やっぱね、俺も深夜の方向に行っちゃってるかも。はい、横。はい。孫に好かれたい。シンプルね。シンプルね。線が、会社で自信をつけたい。ちょっと次行こう、次行こう。ちょっとやばいな。愛知県のナッキーさんからいただきました。あだ名がロックンロールの刑事。どんな刑事？ロックンロール刑事。刑事さん。刑事。ロックンロール。あ、線が。いつも、ギターのピアスしてる。はい、藤ヶ谷。はい、あの警察手帳 の、 あの表に星のスタッツ。なるほど、ね、はい、横。はい、刑事がダイヤモンドゆかいさん。ね、首かじげてんだったらさ、ピポピポ押さなくていいんで。はい、横。はい、食べてるのがバターロール。食べてるのがバターロール。線が、あのパトカーのボンネットにピアノの柄が書いてある。ジャズじゃねえ、どっちかというと。ロック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 、ロックンロールないもんね。線が、髪型がモヒカン。あ、終わっちゃったの？え、3枚しか言ってない。全部おしまい？今日短くない？今日短いんだ。ここで玉切れ。そう。玉切れ。玉切れです。そう。ちょっとおさらいしてきますか。あ、もう全然、みんなポイント全然ないですね。はい。まずは僕戦が3ポイント。で、合計18ポイントですね。横尾さんが3ポイント。合計18ポイント。おっしゃ。そして藤ヶ谷さんが今日5ポイントで10ポイントです。ダメだな。ちょっと、玉切りの時だけさ、うん、俺、例えばドラマ撮っててもなんか電話してもらうこととかってか可能な。それ、ありですよね。玉切りだけやりたいな。クソつまんないと思われたくないから。まだね、3月 ?3 月までありますんでね。うん。ですよね。うん。まだまだあるのでね、ちょっと、頑張っていきましょう、皆さん。はい。はい。引き続きお題をお待ちしております。はい、受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com、件名には玉切りと書いてください。たくさんのメールをお待ちしております。この後はまたまたケムケムと中継をつなぎます。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。たかしがいないキスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。今夜は千賀、藤ヶ谷、横尾の3人でお送りしています。日本放送が毎年行っている大きなキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン、おととし、去年に続き僕らキスマイフット2が、参加させていただくということで、7時台に続きこの時間も日本放送と中継をつないでミュージックソンについてお送りします。そろそろケムケムから呼びかけがあると思うのでお待ちしましょう。次どんな歌歌ってくれるんですか ね、 ね、次こそ香水じゃない。香水きますか。いや、そうです。だってね、俺たちのユニットキングヌーかな。しかないから白日、うん、違うかな。今日生放送今してるでしょ。いや、結構高い曲ですけど、でも歌うまいからね、ケムケム。ねえ、ケムケムのなんか歌好きだな、一周があって、うん、雨も良かったですけど、うん、何できてくれるかでしょ。この音がさっき歌が流れた。いないスマイ、抜け殻の僕がいる。窓の外は今でも雨、雨、雨。
いつもの傘が大きく見える。肩はもう濡れず、頬を濡らす。でん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 。ごめんね。止めてくれるかな。絶対突っ込まないと思ってたけど。そうだったんですね。こんばんは、日本放送アナウンサーの煙山光則です。さっき雨がちょっと流れたんでつい歌ってしまいました。ありがとうございます。もうちょっと低く入らないといけなかったですね。お上手ですね。失敗しました。いやいや、ありがとうございます。いや、もう最高でしたよ。あのチャリティーミュージックソンで歌わせていただいた曲だったんで。懐かしいですね。懐かしいですね。キスマイフット2の皆さんの番組は日本放送では今流れて、先ほどまで流れてなかったんですけど全国放送中で今、総合乗り入れになりました。はい。キスマイフト2とストーンズの皆さんが日本放送の大きなキャンペーンであるラジオチャリティミュージックソンのメインパーソナリティを務めることが今日発表されましたので、中継をつないでミュージックソンについてお話をしてまいります。本日 MC の千賀くん、千ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための基金を募るチャリティーキャンペーンです。募金は11月1日から翌年の1月31日まで、3ヶ月にわたって受け付けます。1975年からスタートし今回で46回目、今年も12月24日の木曜日正午から翌日25日の金曜日正午までラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間の生放送でお送りします。そのパーソナリティを僕らキスマイフット2とストーンズの13人が担当します。今年のキャッチフレーズは届け日本エールです。うん、なんか素敵ですね。そうですね。本当にコロナ禍で、ね、まあ、生活が僕らも変わりましたし、そうですね。ねえ、だからもう日本全体、いや世界全体が、ね、元気にね変わったわけですから、はい、より元気を届けられるよう私も頑張っていければなというふうに思っております、ね、はい、エールを送っていきましょう、はい。ちなみに去年の募金ですが最終募金額は9,575,273円でした。一昨年の募金総額を上回っただけではなく前回更新した今世紀の最高募金額を2年連続で更新しています。累計の募金総額は46億7,205万3,451円になっています。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。そして12月24日クリスマスイブのお昼12時からは24時間の生放送が始まります。今年はストーンズと一緒に13人で24時間を駆け抜けます。一昨年去年がどんな感じだったのかほんの一部ですが、まずは一昨年の名場面からお聞きください。そして一緒に走ってくれたケムケムもありがとうございます。ありがとう。なんでなんで。ありがとう。あっだみたいな。懐かしい。ちょっと。ケムケム。僕たちより先に先に泣いてしまいました。僕たちより先にねえ。ケムケムありがとう。ありがとうございます。だからね。いや大丈夫ですよ。すごい楽しかったです。はい。思い出すな。思い出しますね。いかがですかケムケム。いやこれは何度聞いてもきついですね。そうですね。なんかやっぱこの時期になると毎年のようにね、罰ゲームのように毎回流されますけどね。でも初回だったよね俺たちがね。うんうん。チャリティーに参加させていただいて、そう、でもケムケムもおっしゃってましたけど、やっぱり直前までそういう気持ちではなかったわけですもんね。なかったですね。だいたいアシスタントの人泣くケースが多いんですけど、あ、僕は泣かないんだなと思ってマイクに向かって、みんなのね顔を見ちゃったんですよ。ああ、みんなの顔を見ちゃったんですよ。並んでる。でも嬉しいですけどね。確かにタマちゃんがね目真っ赤だったんですよ。その後あやばいと思ったらもうダメでした。いや、まあ、はい、僕たちもかなり心動かされるものありましたからね。ありましたね。なのでね、去年もね、ありましたよ。去年もね、まあ、最後の感想
を、あの、そうだ、二階堂ね、たかしからね、スタートさせたらね、ああなっちゃったんですね。そうなんですよ。メンバーの二階堂たかしのことなんですけれども、こちらですね。24時間走り切りました、二階堂たかしです。ありがとうございました。すごく楽しい、急に思い出したんだ、楽しい24時間でした、うん、どうかみんなで視覚障害の方が安全に暮らせる街づくりをしていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。普段あんまり泣かないニカが、あのタカシが、タカシってもう言い慣れないな。タカシがやっぱ涙をするっていうのは結構心に来るのもありましたし、今聞いても来るもん。まあそうだね。うん、なんか、なんだろう、まあ別にその涙を流してるからたくさんいろいろやったとかじゃないけども。うん、なんかやっぱりそういう24時間もやっぱりね、うん、なんかこう真心込めてやると普段感じることができないものとか見えないものっていうのがなんか見えますよね。また協力してもらった嬉しさっていうのもね、にじみ出てるんでしょうね、うん、気持ちがそのまま出ますから、うん、でもやっぱそうなると、うん、この毎年やっぱこの時期になるとダイジェストとこの涙のシーンがこうなるってことは、なんか、うん、まあ、今年からなんかよぎりそうじゃないですか、うん、我々やるとき、まあ、確かに誰から行くの、ね、なんか絶対泣かないでやろうっていうか、これ泣いたらなんか半年後ぐらいからなんかいじられ出すみたいな、それある、ね、ダイジェストで、うん、確かにね、常にあの最後の挨拶一番手が泣いてるんですよ、うん、今のところ、そうですよね、ケムケム、なんで私去年外されたんですよ、うん、そうですね、友達に行かれたんです、たかしから行こうって言って、ええ、ってことはたかしも今年は一番じゃないはもう一番じゃないよ、ね、その変な感じをさ、流れを考えるとさ、今年一発目の人さ、喋、うん、ってる途中にさ、あれ俺これ涙流した方がいいのかなそうなっちゃうと嫌じゃん。いやいや、そうだよ、そういうことじゃないから、そうそうそう、感じだったから、そうそう、だからその涙がどうとかっていうわけじゃないけど、やっぱりこういう場面もありましたということですよね、まあ、そうそうですよ、ね、うんうん、そう、感動的なシーンがあったっていう話ですよね、うん、うん、ということでね、ここで一曲ね、お送りしたいと思います。去年のミュージックソンのテーマ曲でした。キスマイフット2で、キス&ピース。お送りしたのは、去年のラジオチャリティミュージックソンのテーマ曲、キスマイフット2で、キス&ピースでした。ケムケムどうでした？いや、この歌ってさ、うん、もう、ミュージックソンのために作曲した作詞したみたいな感じじゃないですか、うん、本当にぴったりなんで、ね、ね、でもこれ前からあったんですよね。そうなんですよ、前からあったんで、そうなんですよ、なんか、ね、あの今までもそのしっくりきてたけど、よりなんかね、ミュージックソンを経験させていただいてから、うんうん、そうだね、なんかしっくりきて歌う方もね、気持ちをより込めてっていう風な曲になったんじゃないかなっていう。キスマイのみんながこの曲を前から歌ってて、うん、でラジオチャリティミュージックソンやることになったっていうのは、はい、なんかこう運命というか、こう、つながってたのかなって僕は思いましたけどね。嬉しいですね。宮田も言ってたよね。同じようなことをね。本当に嬉しいですね。そしてね、感想メールもね、来てるんですね。はい。はるやんさんからいただきました。ケムケムの涙、おえつ。これを聞くと、あ、冬が来たな、と思います。今年もケムケムとタカシの涙楽しみにしてますってことですね。まあまあ、なんかそういうもんじゃないんですけどね、その涙自然と、ね、まあ出るものだからね。うん、確かにこの俺らの多分話してる感じも良くないのか、そういうものじゃないか。そう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 。いじり方がね、そうなんです、ね、そうそうそう、申し訳ないけど。リスナーの方もいじり始めちゃってるっていうね。いじり間違うといじめになっちゃうから気をつけてくださいってことです。そうだね。一文字違うだけで大きな違いですから。でも皆さん、うん、温かくて、うん、もうちょっと僕言われると思ったんですよ、怒られたりとか、うん、でもすごくあの、まあ、いい風にあの受け止めてくださったみたいで、うん、はい、この涙ってことですか。涙の方、涙に関して、ね、怒る人いるんですか。いや、まあ一応プロのアナウンサーとしてどうなんだケム山っていうようなとこはあるかなと思ったんですけど、結構反省してましたよね、ケムケムね、はい、暗黙のルールみたいな、泣いちゃって、何何泣いちゃって反省してましたよ、ね、いや反省しましたよ、もうめちゃめちゃ反省して、あの去年はもう絶対泣かないと思って、うん、もうかなりあの気合い入れたんですけど、うん、1年目以上に泣いたという、でも怒る人に言いたい、じゃあやってみろと、
おおおおお。じゃあこの後言っていただくと。言えねえよ、言えねえよ。あのもう一つ、もう一つね感想メール来てまして、埼玉県のあゆえおさん、一昨年の挨拶の際に、藤ヶ谷さんも泣いてましたよ。今年も期待してますってことですね。だから期待するとかそういうもんじゃないんだよ。いや多分きっとファンの方々もそうだし、リスナーの皆さんもそうだけど、普段なんかこれはバラエティーとかでわーとかやってるイメージもあるから、あんまり僕らもその涙を流すとかさ、涙声で話すっていう機会もなかなかないからね、きっとその珍しいものが見れた聞けたっていう、なんかその感、そういう感じもね、きっとなんかミュージックソンならではという か, だから何が起こるかわからないということで、今まで一昨年と去年はこういうことも起きたけども、今年はだからどうなるかがわからないという、何で歓喜余るのかもわからないし、その涙だけじゃなくてね、もしかしたら怒る人もいるかもしれないし、それが生放送ですから、そう、いや本当楽しみにしてね、いただけたら嬉しいなと思いますね、はい、まあ、はい、深夜帯誰になるのかなっていうね、ああなるほどね、メンバーね、藤ヶ谷、玉森でしょ、それは。いや俺玉はもう初回やらせていただきましたから、はい、他のメンバー多分やりたい人いると思うのよ。でもやっぱ夜中やりたい人っていうのをさ、逆に聞いていくっていうのもありかもしれないよ。それ聞いた時にさ、入って手挙げるのが本当に俺と玉二人だけだった。でも二人のいいレベルの下ネタだったと思うよ。まあ確かにね。あれ超えちゃいけないから。だってずっと、特に綿なんて、その前も出てたから眠いはずで、休憩の時間だったのにずっと聞いてたもんね、目の前っていうか。めっちゃ面白かったもん。小さいで終わらすもんね。それこそストーンズの子とかね。そうそう、だからちょっと、今年は何か、まあ、多分ソーシャルなこともあるだろうし、だから13人全員というのはなかなか難しいのだけど、選抜でうちから何人、だからストーンズから何人とかっていうので、なんかこういう、まあその別にエロい話だけじゃなくて、深夜にはこういう空気感もあるよ、できるよっていうのを僕らがこう感じたことをやっぱり伝えていくっていう意味では、なんかコラボしたら早速面白いから、やりすぎたら13人で頭下げに行きましょう。ビビんないでやっていこう。そうね。それから、やらせてもらうんだから。スペシャルゲストがね、たくさん、ラジオチャリティミュージックソンというと、おいでいただけるんですが、そうですね。萩本欽一さん、鶴瓶さん、ゆずのお二人、サンドイッチマンさん、それから、天野博之さんとかね、榊原郁恵さんは朝、かなり我々がダメージが溜まっている時に来ていただけると、一気に、目が覚めると思います。エネルギーをいただける。育江さんという感じですね。今年はどんなゲストがね、来てくださるのかも楽しみですよね。そう、だからそこも僕らも楽しみなんですよ。ね。どういう方とお話できるのか、はい、話が聞けるのかっていうのが、楽しみですね。楽しみにしてましょう。さあ、そして、キスマイフット2のメンバー全員が担当する朗読企画というのが去年ありまして、横尾さんのがね、すごく良かったですよね。ありがとうございます。改めて聞いてみましょう。その様子です。盲導犬の物語です。どうぞお聞きください。こんにちは、盲導犬のアスクです。僕の名前には明日に向かって元気に歩けという希望に満ちた願いが込められているんだ。素敵な名前でしょ。今日もハイスコアを目指して歩くよ。ママ、ハーネスをしっかり握っててね。これ横横にすごい合ってたよね。本当ですか、ありがとうございます。めちゃめちゃ合ってたよね。やっぱね、ワンちゃんも飼ってるし、いろいろ勉強もさせてもらって、なんだろう、なんかその、まあ、僕もそのし、ね、その朗読に関してもそうだけど、やっぱ素人だからなんか上手い下手とかじゃなくて、なんか優しさがさ、ぴったりなんか寄り添って、はいはいはい、共になんか歩いてる感じがして、すっごいなんか胸に来たのよ。俺あの後さ、大輔から普段犬と喋ってるでしょって、愛犬と喋ってるでしょって言われてから、なんか本当喋るようになったの。あ、それまではもうずっと仕方してた。仕方はしてない。仕方してないけど、なんか会話するように心の中でね。いや、なんかその感じが出てた。だから無理に作ってない感じの自然な綿がやっぱ出てて、なんか深くにも結構グッときたな。だから今年もなんかそういうのやらせてもらえたら嬉しいかなと思います。なんか綿の声の何か、長浜さん、綿の声の何かをね、よろしくお願いします。
スタッフさんの名前言い過ぎじゃないの？これだって収録でしょ？違う。さっき生って言ってたじゃん。しかも今全国区でしょ？ちょうど。え、これ全国の収録じゃないの？これ今日本放送に流れてます。あ、だったら、はい、全国放送。生ですか？これ日本放送。生ですか？チームこんばんはんですか？大丈夫ですか？こんばんは。チームですか？そうですか、うん、収録じゃないですか、うん、そしてね、深夜12時にはクリスマスのスペシャルライブもねやりましたね、はい、その様子もお聞きください。やりましたね、メドレーね。ケムケムどうですか？もう映像が今わーっと浮かんで、うん、はいはい、あの時僕4階のスタジオで地下1階のみんなとこれからライブですって言って、うん、あー言ったんですよ、はいはいはい、で終わった瞬間にもうダットのごとく走って地下1階までガーッと行ったらちょうど前説が終わって歌い始めるところに間に合ったっていうのを思い出しました。すごかったな、ね、よかったですね。今年もね、何かねこう歌でねお届けできることがあればいいなっていう。そうだね、なんだろうね、なんかやっぱりこの曲自体はさ、多分ライブで歌わせていただいたりとか、うん、歌番組でもそうだけど、曲自体は変わらないじゃない、うん、はい、でもさ歌う場所とかさ環境とかでさ、うん、なんかやっぱ変わるよ ね、 そうだね。ミュージックソンではミュージックソンにしか出せない、うん、なんか歌い方なのか、うん、気持ちというかね、その日だったしね、うん、クリスマスっていう、そうそうそう、なんか気持ちのねこもり方がまたね、うん、日によって違ったし、うん、俺は好きなのがあのすごく、まあ、もちろん聞いてくださる皆さんも、うん、なんか本当に大事に聞いてくださってるんだろうなっていうのが伝わるのもそうですけど、うん、やっぱりチームがさ、うん、みんながこう集まるじゃない、あ、確かに、ね、あのライブになるとさ聞きに来てくれ、ね、なんかその最後のフィナーレじゃないけどさ、うん、なんかそのもう人頑張りするぞ全員でみたいな感じとかもすごくなんか好きだなっていう、うんうん、だから今年どうなのね、ソーシャルとかも。そうだよね、考えると13人ですからね、今年ストーンズ入れて13人ですから、うん、ね、一緒に歌うことがあるのか分かんないですけれども、うんうん、ちょっと楽しみにねしてていただければ嬉しいなと思います。はい、そして今年はねどんな企画があるのかっていうことなんですけども、ストーンズとキスマイフットの13人でねお送りしますということで、24時間の生放送は12月の24日お昼12時スタートということです。募金の受付は11月1日今日の深夜12時から受け付けます。募金の方法はいくつかあります。まずは銀行振込です。三井住友銀行の口座をお持ちの方は窓口で専用の振込用紙をご利用いただくと手数料無料で振込いただけます。また三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の口座をお持ちの方は平日日中の受付時間内であれば本店支店の ATM にて手数料無料で振込が可能です。どちらの場合もお持ちの口座と同じ銀行を振込先にご利用ください。現金書き留めの場合は日本放送までお送りください。宛先は郵便番号 100-8439 100-8439 日本放送ミュージックソン係です。また JCB カードで募金ができます。ラジオチャリティミュージックソンのホームページから受け付けています。お手元のスマートフォンからも募金ができます。 J コインペイ、ポチッと募金、つながる募金をご利用ください。ミュージックソンのホームページから募金専用サイトにアクセスすることができます。募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また今年度はコロナウイルス感染拡大防止の観点から、期間中日本放送1階玄関には愛の泉や募金箱を設置せず、日本放送社屋での募金の受付は実施いたしません。さらにコロナの感染拡大を避けるために今年度の生放送は完全非公開での実施とさせていただきます。放送当日を含めリスナーの皆様の日本放送及び社屋周辺へのご来訪は非常に申し訳ないんですがお控えいただきたいと思います。また今年度は募金をいただいた方にお渡ししておりましたありがとうステッカーも配布いたしませんのでご了承ください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでケムケムとはここでお別れです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞ待ってください。この後も番組はまだまだ続きますよ。この後はお知らせを挟んでごめんなさいが言えなくてをお送りします。今回はどんなエピソードなのでしょうか、お楽しみに。
マイルフット2のオールナイトニッポンプレミアム、今日は旅行を渡る藤ヶ谷太輔、千賀健人でお送りしています。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、今夜のメールテーマはふつおたです。ということでですね、普通のお便り来ているので紹介していきたいと思います。北海道の大輔さんからいただきました。あ、結婚の話ですね。また、今の僕は結婚式に向けて準備の真っ最中です。先ほど妻と結婚直前にやっぱやめたの話を聞いていて、妻がまだ間に合うかと言い出しました。妻は笑ってましたが、僕はうまく笑えませんでした。今まで以上に優しくしようと思います。かっこ笑ですね。これは怖いよ。このちょっとジョークはやっぱりタイミングとか、うんうん、なかなか好み分かれる一応聞いたやつですね、うん、そう一応聞いたやつ。でもなんか思うんだけどさ、これを笑いに変えられたらさ、それはなんかそれでなんかこう絆になりそうだなって思うんだけど。そうだから多分きっと、うん、あのまだ間に合うかって言って、うん、おいなんだよそれが欲しかった、うんなんそうなんだろうね。歌側としてはそうだけども、うん、彼としては、やばいやって、なんかそういうのもあんのかってなっちゃうと、言った側も、え、なんかマジな空気になっちゃったみたいな。そこで力量をね、噛み合う。別に本気じゃないわけだからね。うん。まあ、なんかね。でも今まで以上に優しくしようと思いますって言ってたから、いい傾向かもしれませんね。うん。ね、それを続けられればいいですね。うん。っていうことですよね。続いて、またまた結婚式の話ですね。千葉県の冬さんからいただきました。結婚式の話ですが、私の友人は六股かけていたらしく、浮気相手の4人が結婚式に乗り込んできました。本人からしたら恐怖でしょうが、私含めた周りの人たちは何が起きたのかわからず、余興でコントやってるのかなみたいな感じになってました。すごい現場に鉢合わせたんだなと衝撃を受けたのを覚えています。ある意味トラウマですってことですね。すごいね、これゴーンガールみたいだね。確かにすごいわ。4人が結婚式乗り込んできたんだって、浮気相手の。だからそれぞれなんかどのタイミングかで知って、うん、もうこうなったらあのタイミングしかないねって言って、協力しちゃって乗り込もうぜっつって。いやー、いや、ね、協力する場所ちゃうでしょうね、これね。まあまあまあ。冷静に考えたらもちろんそうだけど、それぐらいやっぱり、ね、怒りとかがたまったんじゃない。でも、選ばれた奥さんになった人、なるはずだった人、うんうん、なってる。うわ、すごい方ってことでしょ。だって6人の中から選ばれてるんでしょ。なんか、言い方を変えたらね。そうそう、確かにそういうことなのかもしれないですけど。何かあったんでしょうね、まあまあ、惹かれる。わかんないけど、そこに食いつくから。ねえ、まず浮気はダメですよって話ですよね。うん、いやいや、何があったのか気になる。その4人はやっぱり超えたんだ。やっぱりその奥さんは、相当すごいじゃん。いやいや、いやだって言いようないじゃん、まあまあ、このネタはさ。いや、まあそうだけど、その目線もね、素晴らしい。というやっぱり愛情の裏返し、やっぱりもう憎しみですから怖いですよね。そう、マイナスばっかじゃダメだから、表裏一体ですから。確かにポジティブに考えたらね。ポジティブ考えたら、考えたら奥さんすごいなって。あの4人よりもあれを超えたってことはどこ熱くなっちゃってる。いや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 、ワッタならではの観点だから。いや、素晴らしいですけどね。ワッタ本当に好きだぞ、うん、好きだよ本当に。ワッタのこと好き。ありがとう。じゃあ最後のね、感想メールちょっと行きたいと思います。熊本県の雪ヶ谷さんからいただきました。うちの息子の高校の先生は結婚式も決まって招待状も出してから、新郎が牛乳が飲めないという理由で破談になったそうです。すごく落ち込んで大変だったそうです。だから高校の先生が女性ってことだよね。で、その女性の先生が、新郎が牛乳が飲めないっていう理由で、なしになった。要はだから、牛乳が飲めないっていうことが、この先生は、かなり、その、まあ、夫として、ちょっと違うってなっちゃったっていう話なんですけども。そういうのって、もっと前から知れた。知れるんじゃないか。好みとかね。まあね。言えなかったのかな。それ我慢して飲んでて。うん、確かに。だから、それもあるかもね。ああ、
そう我慢して飲んでた可能性もあるし、例えばなんか、うん、付き合お付き合いしてる時にいろいろ料理作ってくださって、本当はもっと味こうがこういう感じがいいんだけどな、でもまあいいやって我慢してて、やっぱ結婚となったらこれをね、うん、ある種一生食べるんだと思った時にやっぱりポーンと言っちゃうとかさ、言い方だろうね、言い方、どう言い方だったら許しますね、逆にそのどう言います、自分だって牛乳飲めないっていう、一応手本としてあのキスマイスーパーブサイク見てちょっとお手本にしようかなって思いますけどね。そ う, いうまいね、番組名を差し込んでくるね。うまいね。ぜひね、あのキスマイブサイクのおなんかの VTR の中で、いや見ても多分一生このテーマ来ないよ、うん、牛乳飲めないんだけどかっこよく言うみたいな感じよ。いや料理するとかだったら牛乳も結構使うから、多分いろいろパニックになっちゃったんでしょうね、その迷っちゃったんだろうね。まあ、アレルギーとかもあるから、もしかしたらそういう意味で飲めなかった可能性もあるけど、難しい、食べ物は難しいね。まあだけど許してあげてよっていうね、そこは。俺はパクチーが食べれないのよ、ね、すごく苦手だから、もしなんかその奥さんが、将来結婚する奥さんがなんかすごいパクチー好きだったら、どうしようって。そりゃ、もう、わざと言うキュウリよ、素直に、キュウリはごめんなさいと。でも、いや、私入れたいの、この鍋の時は、だからあなた食べなきゃいけない、一応、あの、お皿に持っとくからって、なんか匂いはするんだよ、キュウリの匂い。入れなくていいよ別に、私は食べるときに入れるから、だからあなた先取って、うん、取ってこの鍋で、その上から私キュウリ入れるから。いやでもそこはね、もう克服は難しいかもしれないから、だから受け入れてもらうっていう形でいいんじゃないですか。ということでね、まあ、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、あのケツもあるのでね、最後はこのコーナーです。ごめんなさいが言えなくて。あの日、あの時、あの人に、あなたが言えなかったごめんなさいにまつわるエピソードを紹介していきます。東京都青井千田さん。先日地下鉄に乗っていた時のことです。同じ車両に盲導犬を連れた方が乗車されました。盲導犬は空席を見つけて盲導犬ユーザーの方を誘導。盲導犬は座席に顔を乗せてユーザーの方にここだよと示していました。しかし空席の隣に座っていた方が盲導犬を振り払ってしまい、席に座ることができませんでした。その時近くにいた自分が何もできなかったことががっかりしました。その後盲導犬について調べると、ユーザーの方が困っていたら周囲の人が優しく声をかけることが大切とのことです。あの時声をかけることができなくてごめんなさい。まずは知ることから、人々の盲導犬の理解が深まり安心して過ごせる社会になればいいなと思います。お送りしている曲はキスマイフッ2の卵心です。盲導犬のね、電車での、まあ、出来事のお話と、これは難しいですよ。やっぱ、乗っていいか乗っちゃいけないかって知らない人もいますから。でもこの知ることが第一歩ですからね。この後に調べてくださってっていう、ね、そういうところでの優しくね、声をかけるっていうことってすごく大切なことなんだなっていうのね、感じますよね。こういうその手で振り払ってしまった人もね、その知らなかったともありますし、ね、そうないわけですけど、犬も苦手っていう方もいますから、そうだよね。そう、難しいところはありますけど、なんか一個一個でこう僕らをきっかけにしてくれたら嬉しいかなと思います。はい、言えなかったごめんなさいのエピソードを教えてください。懸命にごめんなさいと書いてください。kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com たくさんのメールを待っています。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアムもそろそろお別れの時間です。東京有楽町日本放送から